めちゃくちゃ古そうなタバコの自販機、タバコか？こんばんは、栄太郎です。現在秋田県北秋田市 JR 鷹の巣駅に向かって歩いています。今回は週末金曜日の夜に鷹の巣駅前大型商業施設道の駅と北秋田市の市街地から郊外まで散策する動画です。北秋田市は人口2万8000人程度の自治体で、他に人口が多い自治体としては大館市と能代市が隣接しています。北秋田は夜に訪問する機会がほとんどなかったため、20時を過ぎるとどんな表情を見せるのか興味がありました。この動画を見ると夜の北秋田がどんな街かわかります。動画の目次は概要欄をご覧ください。ちなみに僕は青森県の景観を中心に投稿しています。町村部から市街地まで取り上げているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画いいなと思ったら高評価もお願いします。まずはじめに鷹の巣モールという大型商業施設から夜の鷹の巣駅まで歩いていきましょう。ツルハドラッグがあるんですけど、こちらの店舗は前からありましたっけ？後で調べてみよう。映ってるか分かりませんけど、ケーズ電機の前を通っています。大館の店は8時までやってるので、やっぱり店によって営業時間が違うようです。北秋田で働く若い男性に聞いた話ですが、今歩いている県道102号や鷹の巣モール周辺も昼間は人通りがあるということです。ただ19時を過ぎると誰もいなくなり、夜に若い人同士で遊びに行くとしたら能代に行くそうです。ツルハドラッグを過ぎるともう足元が見えないぐらい暗いです。鷹の巣のマンホールはこれは何を表してるんだ？ひまわりか。前方にセブンイレブンが見えています。能代にセブンイレブンがないのに北秋田にあるのが少し不思議な感じがします。自動販売機か。卵400円、500円。卵で500円は高い気がするけど、いい卵なんでしょう。卵専門店コックや有限会社松岡養鶏。曙町という地区に来ています。鷹の巣の駅に近づいているはずなんですが、本当に人が歩いていません。この辺少し明るくなってきました。右に曲がると鷹の巣駅の方向ということなので右折します。どこの町にもあるアーケード商店街なんですけど、誰も歩いてないわけじゃないか。一人歩いている人を見かけました。ジョイプロムナード、楽しい散歩道、銀座通り。あなたの町の観酒場。居酒屋サルーテ。はあ。めちゃくちゃ古そうなタバコの自販機、タバコか？フジラテックスだからこれ避妊具か。避妊具の自動販売機久しぶりに見ました。お値段700円。お、この辺になると少し地面が新しく見えます。ようこそ北秋田市へ。これは何の電車だろう。花火とか、あとは太鼓。街の有名なものがシャッターに描かれているようです。明るいのは結構なんですけども、ご覧の通り本当に誰も人が歩いてません。僕一人だけです。 JR 鷹の巣駅にやってきました。車は結構止まってるんですけれども、皆さん何をしに来てるんでしょう。新聞の自動販売機か。秋田方面が20時32分で20時44分。1986年ギネスブック認定。秋田内陸縦貫鉄道鷹の巣駅。
商工会女性部。虫がやばいな。大館、弘前、青森方面。あー、なんか公園らしきものはあるようだけども、暗すぎて全くわからない。駅前だというのに道路を一つ入ると本当に人気がありません。いるのは中学生や高校生とか大人以外の人がいます。やっぱり皆さん18歳19歳ともなるともう市外に行ってしまうんでしょうか。このハザード出して止まってる車たちはみんな送迎なんでしょうか。これは花火と何だろう。さっきの交差点に戻ってきました。松葉町と呼ばれているそうです。向こう側に提灯のような照明が見えるのでちょっと見に行ってみましょう。公共施設だと思うんですけれども、明かりがついている建物があります。北秋田市民ふれあいプラザコムコム。お、閉館が22時まで。交流広場多目的ホール、カフェもあるんだ。へえ、すごいな。でも空調が効いてないから暑い。航空自衛隊、国家を守る公務員、東北方面隊、自衛隊、自衛隊に入ってほしいと思ってるのか。ネマール広場って何なんだ。中はとっても広くて綺麗だったんですけど、エアコンが効いていないのかとても蒸し暑かったです。向かいの建物は銀行か。北秋田市民ふれあいプラザ前。他店に負けたら差額の2倍返し。量販店さんごめんなさい、アトムの方が安いです。なかなかユニークな。これは地元の電気屋でしょうね。株式会社佐々木電機。さっきの鷹のスモールまで戻っています。暗いし人もいないし全然活気がない。これはトトロだと思うんですが、ゴルフショップボギー。伊徳高野巣ショッピングセンターだとすぐそこ。それに対して伊徳高野巣南店は左折950メートル。特にツルハトラック買うものないんだよな。はい、高野巣モールの交差点に戻ってきました。ようやく都会的な印象が戻ってきた感じがします。伊徳にサンドラッグにダイソーに和風レストラン丸松、コインランドリー、ラーメンピヨピヨ、クリーニングシカ、銀行に花キューピッド。
90円。北秋田市循環バス、大館駅に行くのは遅くても18時17分、土日祝日が16時47分。丸松は22時までか。ファミリーレストランピヨピヨ、これは見たことないな。中華レストラン、ラストオーダーが9時半、スケアは24時間営業のようです。ブックスモアが夜の10時までやっているということなので、ちょっと覗いてみましょう。北秋田市ではここの店舗が唯一の書店ではないかと思います。客と思われる車が3台止まっていますけど、中のお客さんはどれくらいいるんでしょうか。スーパーのビッグ、島村、クリーニング、セリア、メガネ屋、西松屋、ガソリンスタンド、キュララってなんだろう。後ろにあるのが後楽園とかっぱ寿司、あとホームセンターのサンデーが見えます。あ、郵便局もあるんだ。以前来た時郵便局なかった気がするな。イオンタウン高野洲郵便局、見た目が完全に新しいです。広大な駐車場ですけれども、車の数は数えるほどしかいません。今の時間が9時過ぎ、何時までやってるのかわからないですけど、ひょっとしたら10時までなのかもしれません。あ、そっか、ツルハドラック移転したのか。以前来た時ここにツルハドラックがありました。外観を見るとそれと思われるような痕跡があります。やっぱりあそこのツルハドラックは新しかったか。あ、営業時間が夜21時まで。しまった、もうやってない。うわー、遅かった。9時で閉まるのか。不動があるのが意外だな。今の時間が夜9時を過ぎています。車通りはまだそこそこあるんですけど、人通りはほとんどありません。コンビニはローソンとセブンイレブン、ファミリーマートもさっき見たので、大手3社は揃っているようです。北秋田市の道の駅に来ています。ただ真っ暗すぎて人気がありません。これってお手洗いすらないパターンか。あるのが自動販売機。営業時間のお知らせ18時まで。ソフトクリームバニラ350円、キイチゴ350円。道中の足湯、土足禁止にしております。県内有名温泉の湯の花を入れてます。あの人たちは何者なんだ。はい、トイレもそうなんですけど、そこ行って、はい、向かい側のトイレはありません。節電で電気消して使わないこともあるんですけど。ご親切にありがとうございます。これか、これか。情報プラザ、トイレ、休憩、道路情報、道路情報、道路気象情報、テレビ放送。あ、はあ、東北道アジャラパーキング。おお、あ、これ絨毯か。
スイート。はい、最後に市内にもう一つある道の駅を訪問します。あれ、あー、そっか。空港の機能を持った道の駅ですが、夜は敷地内にも入ることができませんでした。夜は実質トイレと自販機が設置された駐車場として利用するしかなさそうです。道の駅大館の城空港に来ました。てっきり空港の中に入れるかと思ったけど、ゲートが閉まっていて入ることができません。道の駅というのはどこを指すのか、案内板があるから見ていこう。お手洗いはあるようですが、あとは何があるのか。青色部分を秋田県かっこ道路管理者が管理していて、黄色部分をターミナルビルが管理している。そして赤色部分を秋田県かっこ空港管理者が管理している。道の駅とは言いつつも実質的な利用時間が18時半までってことか。道の駅大館の城空港は石川県にある道の駅能登空港に次ぐ全国で2番目の空港の機能を併せ持った道の駅として登録されました。北秋田市は秋田県の北部中央に位置し、面積は秋田県全体の約 10% を占めている。平成10年に開港した大館の城空港により、東京大阪とのアクセスが向上しています。24時間利用可能なのがお手洗いか。情報と食事と電話とお手洗いと土産が7時45分から18時30分まで。あるのが自動販売機。真っ暗です。180度真っ暗。これはちょっと暗すぎて散歩する気にはなれないな。今後もこのような動画を投稿していけますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。